長畑智弘のもう彫刻なんてしないなんて。こんにちは、彫刻家漫画家、の長畑智弘です。現在代官山ロコギャラリーで開催中の、僕の個展ですね、ベイビーオイルオンカンバスの関連企画で、僕の作品について、僕のね、気になった人に感想を伺ってみようという企画で、まあ、いわゆるアーティストトークみたいな対談とか、批評とかっていうよりかは割と雑談に近い感じで、なんか気軽に作業 BGM 的な感じでですね、気軽に聞いてもらえれば良いかなと思って始めてみました。で、第1回目のゲストは詩人の田之倉浩一さんにお話を伺ってみました。田之倉さんは詩人で、僕の最近の個展にはよく来てくれてて、なんかいつもなんていうかぼーっと眺めてる感じの人で、話少しはちょっとはしてたんですけど、まあこれを機になんかいろいろ伺ってみたいなと思ってちょっと伺ってみました。まあね、詩人ということで独特な見方っていうか、僕の印象では何かな、やっぱすごいいろんな数見てるから、すごいで、かつすごい感度がいいというか、そういうなんとなくのイメージだったんですけど、まあそんな感じで、じゃあ聞いてみてください。ではでは、詩人の田之倉浩一さんをお招きして、ちょっと展示の感想なり意見をちょっといただこうかと思って始まりました。よろしくお願いします。田之倉です。よろしくお願いします。感想とかなんかちょっと聞いてみると、はい、いつもふわっとしていてぼーっと見てるのにぴったりの彫刻だ。しかもどう見ても彫刻だと思わせちゃうんだよね、見る人に。それってすごいと思うんだけど、俺が勝手に思ってるだけだけどね。ありがとうございます。僕にとっては富井元博さんって彫刻の概念を結構ひん曲げてくれたすごい彫刻だと思ってるんだけど、はい、それ以来の衝撃だよね。ありがとうございます。あ、そうですか、うん、そう、偶然ね、お二人ともおさびなんだけど、あ、まあ、そうですね、僕が学生の頃富井さんが助手みたいな感じでいて、うん、まあ、展示もやってたから見て、そうですね、影響というか多分あると思う、うん、つながりというか、それは本当に、まあ、彫刻も絵画も好きだけど、はい、彫刻は変だよね、やっぱり。他の大学でそういうの見たことないよ、はい、いろんなことみんなやってるんだけど、はい、こう僕の好みのそのぼーっとしたもの、ふわっとしたもの、あ、うん、あ、のんびり見られるもの、考えなく考えさせられないもの、はい、っていうのが僕の一番好きなパターンなんだ。作ってる人一生懸命考えたら申し訳ないけどね。あ、ぼーっと、確かにそうです。いつもふわ、ぼーっとというか、ふわーっと見てるっていうことが、作品を見て物を言わなくちゃいけないって思ったことがないので、はい、今、まともなことが言える、まともというより面白いことが言えるとはとっても思えないんだけどね。でもその辺は なんでなんですか、そうぼーっと見てられるのがいいっていう、それは実感として、私やっぱり詩人ですから、はい、言葉を使わなきゃいけないじゃん、はい、で展覧会とか行くと、はい、こう詩人だからなんか気の利いたこと言ってくれるんじゃないかなって期待されるのね。あ、はいはい、ではっきり言って面白いって、本当に面白いと思ったものや、すげえと思ったものに言葉なんか出てくるわけないじゃん。あ、だいたい言葉で説明がついたら見には来ないよ。はい、うん、説明つかないもん、これどう説明しろっていうの。評論家は評論家の言語があるからそれで説明するだろうけど、はい、僕が見て面白いと思ってることはそういうのと違う話だよね、はいはい、だから言葉にしたさんにこう色あせちゃうみたいなところがあるんで、はいはい、例えばこれをナンセンスって言えばナンセンスだけど、はい、ナンセンスなんていうものでこう膨れるようなレベルのものじゃないよね、はい、だってナンセンスっていうのはセンスがない、意味がないって意味じゃん。ああ、そうですね、ノンセンス。でもこれ意味つけようと思えばつくもんね。ああ、まあそうですね、はい。でもそれをあえて意味をつけないでぼーっと見てて、ああ面白い楽しいなっていうのが私の最大の楽しみ。詩はね、しょうがないし責任もあるから批評もしますし書評も書くけど、はい、美術はだから批評は絶対書かない。ああそうなんですか。批評読むのは好きだけどね、はいはい、でも作品に言葉で
何かができるかって言ったらできないし、特に彫刻はできない。まあ、彫刻の方が難しいです。難しい、はい、絵画とか。一つ体験談していい、はい、関係者いたら許してね、はい、あの初めて僕が大学で非常勤講師やったのは、はい、実はムサビの彫刻なのよ。へえ、あ、そうなんですか。でムサビの彫刻家の学生に詩の話をしたら、はい、誰も関心持たないの、はい、100人ぐらいの学生が全員全く聞いてないっていう顔して見てるの、はい、で反応もないの、はい、でその時はね、僕も初めてだったから、はい、こう下手くそだからだと思ってたの、はい、それは本当にそうなんだけど、はい、それからね、だいぶ経ってから今度油絵でやったのよ、はい、それが愛子さんにいた時。ああ、はいはい、すごい反応がいいの。へえ、はい、でその後また時間を置いてまた油絵でやったんだけど、それも、はい、もうびっくりするぐらい反応がいいの、はい、でなんでかなって思ったのね、はい、で絵画は多分皆さんコンセプトを言葉で考えてる。ああ、はい、で考えざるを得ないし、でステートメントとかもすごく要求されるよね、彫刻以上に、はいはい、だけど彫刻は僕の知ってる人たちみんな先に手が動いてるっていうか手が考えてる、あ、そういう感じがするの、はいはい、だから言葉の説明があったとしても絶対後付けだと思うんだよね、はい、そうじゃない人もいるだろうけどさ、はい、だからコンセプト、例えば富井さんの場合コンセプトははっきりしてると思うけれど、はい、だからといって見てるものがそのコンセプトを知らなかったら面白くないものかって言ったら全然違うんだよね、はい、そういう面白さ彫刻は。だから油絵はだから言葉に対してもともとすごい関心があって、はい、で言葉が要するに作品に届かないっていうことをよく知ってるわけですよ、うん、だから僕もさっきも言ったように彫刻を見てこれは言葉で語れって言ったって全然語れないし語る気にもならない、はい、その関係っていうのを彫刻家の場合はすごい乱暴なくくりだけど、本能で知っているっていうか、知っていないんだよ、知らないんだよ、関係ないんだよ、全然言葉なんていらないの。で絵画の場合はどうしてもやっぱりあの僕2人以外が知ってるけど、その2人以外はみんなやっぱり現場で考えてんだよね。だからあのどうしても、うん、言葉に対しての関心持つし、はい、で詩が確かに、まあ、アートに対して拮抗できる唯一の言葉と言えなくはないよね、うんうん、だからやっぱりすごい批評家ってみんなどっかで死にせって思っている、はい、死ぬまで隠したやつもいるけど、へ、うん、そういうのは結構あるよね。ちなみに余談ですけど、はい、芸大に小林正人っていう画家がいるんですよ、はい、で彼はさっき言った例外で、はい、あの言語でコンセプトを考える前に絵を描いてるやつだったの、はい、で彼は彼の喋ってる言葉っていうのは、はい、全然脈絡がなくて何言ってんだかわからない、誰が聞いても、はい、で彼とトークをやってるの僕何回も気に入ったけど、はい、みんな途中で絶句するしかないの、ね、はい、ついていけない、はい、ところが一人だけ、はい、あの小林正人はものすごいちゃあのこう理解して、理解っていうのもちょっと違うんだけど、はい、小林の話はちゃんと引き受けて会話が成立した人が一人だけいるの、誰だと思う、はい、誰ですか。三沢さんなんだよ。ああ、三沢さん彫刻家じゃん、はいはい、だから要するにコンセプトと関係なく喋れるんだよあの人は。あ、だから小林はそういう意味ですごく彫刻的な画家なんだよね、はい、でも不思議なことに小林は絵が命の人なの、はいはいはい、ここのとこは結構ね、あってエッセイにしようかなとは思ってるので面白いと思うんだよね。だから非常に彫刻的な言語感覚を持って最も絵画的な絵画を描いている。ああ、逆、本当は逆だと、うん、なるほど。じゃあ彫刻的な言語っていうのはやっぱどっちかというと詩とかの方には近いんですか。彫刻的な言語っていうのは言語にそもそも近くない。あ、言語、非言語的なものっていう、言語がいらない。だから彫刻家の学生は詩の話に全く興味がなかった。当たり前だよね、うんうんうん、だけど言語で考えざるを得ないやっぱり油絵の学生たちは普段から言葉のことをきちんと考えてるし、はい、僕があの油絵の方から頼まれたテーマっていうのは評論家の言葉に左右されない自分の言葉を持つっていうテーマだったの、はい、で、まあ、僕が教えるのはもし教えられるとしたら、絵画なり彫刻なりの作品に対して言語っていうのは全く届かないんだよと、はい、そのことだけ分かってもらえばいいんだろうと思って言ったら全員知ってた。へえ、うん、そんな全然違うんです。
そこまで、まあ、極端な言い方だけどね、うんうんうん、だから彫刻の面白さっていうのは非言語性だし、絵画の面白さっていうのは逆にその絵画で考えざるを得ない逆説的な部分にすごい、なんていうのかな、まあ、苦しみっていうと変だな、でも工夫を要するよね。言語的に描いたら全然面白くないから、はい、だから逆に言語入れちゃう人もいるし、それもそれで面白いんだけども、はい、その先へ行くのは難しいよね、はい、そういうことをつらつらと考えるんだけど、これを見てるとそういうの全部すっとくよね、はい、意味ないよなって思うよね、自分でもね。非言語、あの、いわゆる造形言語とは言うじゃないですか、うんうんうん、だからその造形的なものがもうなんていうか、ここが立ってるとか、うん、切れてるとかっていうのがもう一つの言語っていうような考え、うんうんうん、解釈ですかね、うん、なんか確かに。そうだね、造形言語っていうのは多分あの僕たちが使う日常の言葉に対して、はい、あ、対応してないんだと思う。あ、はい、切れてるっていうのは切れてるんだろうけど、でも実際彫刻が切れてる状態っていうのは、切れてるっていう言葉で表してるものと多分相当違うと思う。あ、そうですね、うん、その言葉で言うと切れてるだけど、まあ、そのもっと現象とか感触とか、うん、そうですよね、うん、なるほど、それは面白いですね。でもこのふにゃっとしてくにゃっとした感じってどっから出てきたの、うん、いやだから僕もそうですね、だからそう言われると確かにどういう、なんでかって言われると、まあ、もちろん自分で考えてとかいうか作ってるけど、うん、やっぱりそうですね、だからそう言われたら確かになんでかっていうのはやっぱそんなに言葉にはならなくて、そう、この感傷、だからやっぱそうですね、だからまあ、まあでもこれもだからやっぱな、手でね、手で考えてるっていうとちょっとなんていうかニュアンスとしてはあんまりなんていうんですかね、なんか野生的なやつみたいな解釈になっちゃうんです、うんうん、だからあんまりそういう風には自分では言わないんですけど、うん、まあでも今言ったようにそういう非言語的なもので考えてる感じで、まあ、それで出てきた形なんですかね、このちょっとモコモコというか、ボテッとというか、うん、いろんなフォルムって、まあ、彫刻ね、今若い人もいろんなもう材料を使っていろいろやるんだけど、はい、でもこのモコモコ感は他で見たことがないし、はい、どう見てもこう長畑さんの内部からモコモコモコっと出てきたような、うん、それこそお腹がパカッて開いて出てくるみたいな、そういう感じがするんだよね、うんうん、子供抱いてるからやっぱりお母さん、そうですね、一応これはなんか母子像みたいなのをイメージしてて、うん、まあ、それをこのこっちの子供が彫ってるようなイメージなんですけど、うんうん、だからこれが批評家だと彫刻に対する自己言及とかって言うと思うんだけど、はい、まあ、それはそうだろうけどね、はいはいはい、でもあの僕から見ればやっぱ言葉にならないよね、自己言及で構わないんだし、はい、うん、いや木を切ってるんだ、斧を振るってんだ、赤ん坊だとかって言えば言えるんだけど、はい、全然言葉ではね表せないんだよ、この面白さはあ、なんか確かにその意味では確かにそうですね、分かりやすいっちゃ安いけど、まあそうですね、その見た感じとかその意味とそのこの作品の魅力っていうのは必ずしも一致してないんだよね、うん、ああ確かにそれはそうですよね、でもやっぱ結構自分でコンセプトとか結構バッチリいっちゃうと、もう確かにそういうそのズレみたいなのが割と見る方もやる方もなくなってきちゃって、いい作家はやっぱりねコンセプトから必ずずれてくんだよね、これは画家でも彫刻家でもそうだ、ああ自分で言いつつもやっぱりそこから出てくるものはやっぱはみ出してしまう、そう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 、はい、その通りにはいかない、はいはい、多分そうですね、好きなみなこと聞いていい、一応普通の美術ファンだから、はい、まあ母子像を切り出している赤ん坊でいいけれど、はい、じゃああの顕微鏡を下げてる人は何やってるのかな、はいはい、あれはだから何をやってるわけでもないんですよ ね、だからこっちは確かにそういう言葉で言えるんですけど、だからあれは割とだから造形言語的なのに近くて、こういう、まあ、地面から
立ってるものに対してぶら下がってるものっていうような、うんまあ、完全のリズム感というか、うん、対比というか、それはこの二人もそうだよね。はい、あ、そうですね。ちょっとそうですね、まあ、ちょっと物に寄っかかってたり、うん、でもあれは一応不安定だけど自立はしてるとか、うん、その辺の、まあ、それがまあ僕なりのそういう造形言語として組み合わさってるっていう感じなんですけど、だからなんていうのかな、見ていてこんなにふにゃっとしていて柔らかくって、はいはい、悪い言い方をすれば悪い言い方だけど、見る方は適当に見てるわけですよ、はいはい、だけどふって気がつくと全部決まった位置にあるのね。あ、はい、他のとこ、これよりも10センチずれたら分かんないじゃん。多分プロだったら1センチなんだろうけど、はい、僕素人だから10センチ、ね、10センチずれたらもう全然違う、はい、よなって思う。ただ10センチずれたら何が違ってくるのかっていうのは僕にも分かんない、ね、あ、まあそうですね、だから10センチずらしてみてほしいっていうのもあるんだ。あ、まあ、そうですね、そういう、まあ、最終的な調整はそういう本当に10センチとか7センチとかの調整をちょっとずつちょっとずつしつつ、うん、まあそうですね、一個一個でも見つつ全体でもっていうようなな感じですかね。なんかでもね、例えば次に水晶狂いである年を共に乗り越えて、どんな透明な狂気がこの来たるべき水晶を生きようとしてるのかみたいな詩を書くと、はい、意味聞かれるのね、言葉だから、はいはいはい、分かんねえよそんなの。もう一回いいですか、はい、ついに水晶狂いだ、はい、愛と死を共に乗り越えて、どんな透明な狂気がこの来たるべき水晶を生きようとしているのか、痛いきらめき、岩に放、静かな狂い。これ僕の詩じゃなくて、静かさ高助っていう、はい、僕が尊敬する詩人の詩なんだけどね、で唯一暗唱できる詩なんだけどね、あ、いいです、うん、あの同じようにだから、はい、詩に対してこれは何って聞かないっていうのは、うんうん、ルブンスのように彫刻に対してもこれは何って僕は聞かない主義なんですよ、うん、でもせっかくの機会だから聞くね、これは何これは何かというと、そうですね、これもこれ一個単体で存在してるもの、まあ、割とこういうタブローっぽく絵であるんですけど、やっぱ全体の中の1パーツっていう最初存在で、だからなんて言ったかな、まあちょっと上にある映像の絵本のちょっと形ともつながってきてるっていうのが一つと、やっぱこっちのなんていうかな、まあ多分これが割と素の造形感っていうか、人のうにゃうにゃしてたりこっちの方は近いんですけど、まあそういうのに対して多分自分の中でできるもうちょっと抽象的な形っていうものだけで作ったそのものが、なんかこの全体の中に一つ置きたいっていう感覚があって、まあ、つまり文字通り変な形なんだよね。そうですね。言葉で言っちゃって変な形。でも、あの絵本の優れてるところは、はい、言葉で言っちゃったらそれだけの変な形が、はい、それだけで終わらないんだよね。あ、それはやっぱり絵があるからだけど、はい、この絵見て、これは何って僕は聞いたじゃない、はい、でもこれって何って絶対言えないじゃん。はい、作者もわかりませんって、よく言う答えなんだけど、はい、僕もそう思うの。でもな、何かはではあるわけですよね、はい、でそれが何であるかっていうのは実はあんまり問題じゃなくて、はい、変な形でいいんだと思うんですよ、はい、そういうのを見てるのがすごい楽しいし、頭が自由になるよね。あ、なるほど。だからこれを見てこれは何だろうって考えたことないんだ実は。あ、なるほど。そう考えて面白いものってのもあるんだけど、はい、でも基本的にはそれを見てこれは何だろうって思わずに 見ていられるもの、見続けられるもの、はいはい、こそが面白い。あ、なるほど。詩の今なんか、まだじゃあなんか詩の作り方として、まあ多分まあ人それぞれあると思うんですけど、やっぱそういう意味とか、どういう意味を、要はさっき言ってたそんなない、説明できないっていうからすると、作り方のどうやって何を基準だったり、どういうものを重要視して、まあ文法というかどういう感じで作られるんですか。まず文法にはとらわれないこと、はい、常識にとらわれないこと、常識と勝手に降りてくるのを待つことで、ま、待ち続けて10年ぐらい降りてこなかったこともあるし、はい、うん、なんかそういう感じだ。そういう感じですよ。だから、やっぱ普通、やっぱなんだかんだ言ってもさ、例えば彫刻を大学で習えば、はい、基本的なことは教わるじゃないですか。木彫だって金工だってなんだ、はい、金工じゃねえや、あのブロンズだって、はい、だけど
詩の場合は本当にそういう基本がないの。ああ、だから詩を教えてほしいと言われても教えようがないの。はい、俺もわかんない。はい、あの言葉がある日突然湧いてきて、はい、ある日突然変なつながり方をする、はい、ただ言葉には意味があるので、はい、意味も同じようにパーツの一つでしかない。ああそうです。だから僕もやっぱ割とその辺はなんかシンパシーというかそういう感覚って、まあ、こういう全体を作る時にはあって、うん、そういうパーツだったりなんかが突然意味はあるんだけど組み合わせでまた違う意味とかリズムとかなんかそういうのが出てくる感覚ってなんか全然同じですよ。あそこはやっぱ同じような。僕がよく言うのはっていうかこれ俺が最初に言ったんじゃないんだけど、はい、詩は文学ではない、はい、詩は強いて言うなら現代美術に近い、うん、って言ったのは菅慶次郎っていう詩人なんだけどね、はい、僕もそう思う。ああそうです。彼は明治大学にも実は芸術コースがあるんだけど、はい、なぜか明治の芸術コースは理系にあるんだよ、法学部かなんかに、はいはい、だから俺が一番怖いとこなんだけど、はい、でも彼のとこからは例えば久保田紗耶みたいなのが出てくるし、はい、まあ、面白い作家が、まあ、出始めてるんだよね。やっぱりそれは主任教授が詩人だからな。そう珍しいです。でも本当に僕はその彼の書いたその一言を見てこれだって思ったもんね。自分がやっぱり美術に対してのシンパシーっていうのはやっぱ詩は一番美術に近いと思うの。作り方も何も同じだからもちろん原則もルールもいろいろあるんだろうけど、それ知らない方がいいと思う。ああなるほど。あ現代人帳っていう雑誌でね、はい、6月号で首都美術の特集やったの。あはいはい。あ見た？読んではないですけどその絹川さん、うん、あそうだ絹川さんが詩に書いてるんだよねとか、はい、あれだからアーティストに昇格させるっていうのはそういうコンセプトですよ。ああ、ま、そういう感覚で言葉を組んでもらう。アーティストが詩を作ったらどうなるかって言って詩の書き方なんて誰にも教えてないからね、はい、まあ、聞かれりゃ答えたけどね、はい、聞いた人一人しかいないから、はい、で僕も期待した通りに言葉をやっぱりこう材料と素材として扱うっていうことに関しては基本的に皆さん同じ、はい、要するに文学ではないものを作ってくれた、うんうん、一番すごいのはやっぱり池村玲子さんだね。あの人は一見文学風に見えるところがあるのに、うん、もうそれを厳しくこう拒絶してるのが読んでてよくわかる。文学的にならないよ、ね、そう文学的になるってことは結局さ、はい、まあなる普通に思うようになるだけなんですよ。うんうん、だから予定調和的に何かになっていく、いかざるを得ない。それが予定調和といっても効果不効果の違いがあるだけで、うんうん、だけど長松さんの彫刻を見ていてこれで効果不効果なんてこと考えるやついないよね。あ、はい、やっぱりねアートって僕にとってもすごく自由にしてくれるものだし想像力をすっ飛ばしてくれるものなんですよ、はいはい、うん、それがその度合いの違いだよね。あなるほど。普段なんかなかなかこういう話って聞けなくて。そうです、ね、それはそこらに詩人いないからね。そうです、詩人が詩集なんかそこらで売ってないしね、はい、買いは高いしね。そうですね。詩だって昔は読まれてたんだけどもやっぱりどん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 そうやって閉じていくような形になってみんなが読まなくなって流通しなくなってって、はい、だから現代美術がそれと同じ道を歩まないことを切に祈ってるんだけど、はい、これ見たら誰もそんなこと思わねえよな。そうだからさ理屈があってその理屈を知らないというか楽しめないんじゃないかって思わせたら終わりだよね。ああそうですね。そこを理解できないと、うん、理解できないことってみんな嫌がるんだけど。あそうなんですね。理解できないっていうことを安心して見れることっていうのが大事なの。あそうですね。だからそこはどうすればいいというか。いやもうできてる。その点に関しては本当にすごいと思うよ。いやだから見る人がいやだから田中さんぐらいその感度っていうかこういう見ることに対する感度が高い人って多分そうそういないじゃないですか。それはね触れる機会が多いから。ああまあ多分やっぱ数見る。数ですか。ああまあそうですかね。だからその辺そうですよね。僕は友達に恵まれたおかげでねコンテンポラリーアーツの世界でさ。はい、美術ファンっていうのは長くやってくれたけど、はい、なかなか入り口がないのよ今は。新聞に定期的な天平だと乗らないし、はい、それはやっぱりある時期までの天平が面白くなかったっていうのもあるしね、はい、普通の素人さんがそれを楽しめる状態にするっていうのが大事で、はい、僕は小山富雄さんを尊敬してるのはそこなんだよ。あ彼は、はい、ギャラリーでそういうものを売っている、
はい、だからこう高いところに三千高いアカウントではないんだよね、はい、彼の意識はね、はいはい、結果は別としてね、はい、だから僕はあの可愛いっていう概念は、はい、あの日本古来の縄文時代から続く美術の特色だと思ってるの、はい、でもみんなそれでずっと無視してきて、はい、つい 5,6 年前に出光美術館の学芸員の柏木真理が、はい、ジャパンイズキュートっていう展覧会だったの、はい、で野々村仁清から板谷波山までを全部可愛いでくくって展覧会、すごかったよ、目から鱗でさ、はい、やっぱりそうじゃんとか思って、以来僕はその美術家さんのに可愛いは大事な要素だから、可愛い可愛い可愛いと思う。あ、なるほど、そのどっかに可愛いが入ってると人が触れやすくなる、はい、それは別に具象じゃなくてもいいな、抽象の形でもニョロニョロニョロ感がすごいでしょ、はい、それはやっぱ日本ジャパン、日本とかぶつながりっていうのはどういうあれになるんですかね、そのと、なぜというと、あ、可愛いがいい、はい、なんで日本に、いや、単なる日本人の感性だと思う、縄文時だって可愛いな、あ、だからそれがみんな可愛いって思ってなかっただけなんだ、ああ、はい、そういう感性がある、その可愛いを、あの国交とか自分がジャーッと並んでる展覧会で出光だからできちゃうけど、はい、あ、やってみせたわけだよ、はい、そしたら可愛いっていうのが一つの脈々としたね、うん、流れとしてあったと、だからそうすると永井智子だとか、あの可愛い系のアーティストっていうのが、うん、こう見る人によってはあんまりええー、っていう人もいるけれど、俺から見ればあれ最高の日本美術、うん、じゃ例えば足で可愛いってのあるんですか、あんまりない、足ではない、それが日本の足の弱点だよね、うん、言葉の可愛いっていうのはやっぱ、あ、それいい指摘だね、ああ考える、そっちは考えなくちゃいけないから、そうだよね、うん、うん、そう、なんで現代詩が読まれないかの一つに可愛いが足りないのかもしれない、もう長い間ずっと美術を見てきたけど、僕一つはその自分の死の日を書かなくちゃいけないじゃないですか、はい、嫌だけど、はい、書く人いないからしょうがないんで書くわけだよね、はい、その時に僕ろくな詩書いてないし、はい、もうこの10年詩も出してないの、はい、なのになんで一押しの世界で生き残ってるかっていうと、はい、美術の動向を見ていると詩より10年早いの、はい、だから特に僕豊さん、豊さんを見てたよね、豊重さんの動向を見てると詩の未来が見える、へー、うん、だからその10年後、今現在の豊さんのやってることとか他の現代美術の状況を死の10年後だとして予言するわけですよ、はい、ことごとく当たる、あ、そうすごいよ本当にびっくりする、うん、ちゃんとそれはあの隠さないで豊重雄の連載を、はい、あのパック付きで現代詩帳という雑誌に2年間やって、はい、いかに僕が豊重雄で死の日記を書いてきたかっていうことをちゃんとバラしてんだけどね、はい、多分みんな読んじゃないよね誰もちょっとじゃあちょっと読みます、ね、それは読まなくていいから、はい、昔と違って昔は僕はアートに言葉は本当に不要で邪魔だと思ってたけど、はい、今はそうでもなくて言葉で突き詰めてやってる人が、はい、あの言葉を必ず乗り越えて絵を描いていくっていうのを見ちゃったから、うーん、今は別に言葉でいろいろ考えたりやったりすることを全然否定的に考えてない、ね、うーん、ただやっぱり普通の人がやると言葉に絡め取られて言葉に引きずられてくんだよね、どっかに、うんうん、はい、せっかくアートなのに、僕もそうですね、だから言葉って結構そういう強いものっていうか、どちらかというと呪いみたいな強さがあると思ってて、そうそう、だからコンセプトとか言って絞ろうと思えば絞るんですけど、やっぱそっちに引っ張られるから、そのそれがいいものだったらいいんですけど、なんかそれは結構難しいなと思ってて、だから良くも悪くも引っ張られるから、だから僕は作品に対してはつけてなくて、つけるとしたらああいう、なんだろう、あ、国立奥多摩美術館っていう名前はつけたんですけど、まあ僕一人でつけたわけではないんですけど、最終的に国立っていう名前を僕がつけたんですけど、あ、選んだんですけど、なんかそれは逆にいい方に呪いが転がって、いや、だからあれはまさにそうなんだよ、知ってるのはそういうもんなんだよ、だから あれも国立がついてなくて奥多摩美術館だったらうまくいかなかったよね、なんかそうなんですよね、僕もそういうの感触はすごいあって、う
だからこういう感じでいいように言葉が引っ張っていいところに引っ張ってくれるっていう感触もあったりしてて、うん、なんともそれはだからありだよね。ああっていうかさ、長松さんだったらもう言葉に引きずられるとか気にする必要ないでしょ。ああだって出てくるもんこれなんだから、うんね、俺言葉で引きずりようがないもんねすごいよね、本当に。なんて言っていいか分かんないよね、これ。このふにゃ感と可愛い感、可愛い感と不気味感とないまぜになっててさ、この顔他の人に絶対作れないもんねこのフォルムもそうだけど、うん、影響を受けましたって出てきたやつがいたらすごいよね。ありがとうございました。田之倉浩一さんのゲストトークでした。いかがだったでしょうか。最初僕もなんとなくふわーっとこう田之倉さんと話したら面白いなっていうふわーっとしたなんか思いつきだけあって、それでいざやってみたら本当に面白かったっていうようなそんな感じなんですけど、こうなかなか普段聞けない話をね、こういろいろ聞けたなと思って、やっぱり詩人というか詩の世界っていうとやっぱりあんまり触れる機会がないんで、こういざ話してみるとやっぱかなり共通点だったり、結構あなるほどなという思うことが結構あって、なんだろうな、僕が印象に残ったのは、なんだろう、意味も一つのパーツに近いっていうような考え方とか、こう言葉をいろいろ組み合わせてこう一つの連なりにしていくというところでいろいろ組み替えてやるんだけど、それぞれそういう時に言葉って一つのパーツに近いっていう、なんかまあ彫刻とかインスタレーションでもあるそのいろんなものを組み合わせてなんか一つ作るときに、一個一個それは一つ意味はあるんだけど、それもなんだろう、順番を組み替えたりする中で一つなんか全体でなんか意味というか流れとかそういうのを作っていくみたいな感覚って多分かなり近いものがあるんじゃないかなと思って、確かに僕もそういうなんか作るのに意味はないっていつも言っちゃうんですけど、なんかそれでもうちょっとこうなんだろうな、そういう意味はないけど、まあ意味もパーツの一つに近いんですって言おうかなと改めて思いましたね。あとはやっぱあとそれとこう美術と彫刻の世界の業界というかそういう話で、理屈があってそれがわからないと楽しめないと思わせたらダメっていうところで、やっぱり確かに美術もそうだなと思って、まあそう一個一個の作品もそうだろうし、多分業界全体の世界あれでもそうなんだろうけど、やっぱりそのルールがわからないと楽しめないって思ってると、やっぱり確かにそのジャンルってやっぱり衰退しちゃうよなと確かに改めて思って、やっぱそこでわかんないけど安心して見れることっていうのが重要だよっていう。確かになんか考えさせられるものがあって、なんかあれですね、ちょっとこれからも考えていきたいなと思いました。いや本当になんか長い間というかじっくり話せてすごい良かったなと思って、なんか改めてね今回いろいろ話を聞けたことでまたなんかいろいろ聞いてみたいことも出てきたんで、ちょっとまた機会があったら話しさせてもらえたらいいなと改めて思いました。そんな感じです。ということで、記念すべき第1回、彫刻なんてしないなんて、これで終わりです。また来週、アロハー。